ても年齢とともについつい忘れてしまいがちな、あのこうときめく心とか、人を思ってキラキラする気持ちがこう自分でも呼び戻すような、そういう感覚を、あの気持ちで臨みました。とても楽しかったです。はい、今回の作品が短編ということでして、まあ、これまでも短編をやったことがあるんですが、この三十数分の中で、まあ、登場人物の経てきた時間、過ぎてきた時間をどう表現すればいいのかなっていうのは事前に監督、山下監督といろいろ話をしましたし、ただ現場は非常にランさんと一緒に楽しくやらせていただきました。映画の中でもとても楽しそうなデートの様子がありましたけども、石橋さん、実際に撮影現場も楽しかったですか？楽しかったですよ、はい、伊藤蘭さんのこうときめいてる感じとかキラキラしてる感じというのは真正面に座っててかなり感じたんじゃないでしょうか？ビンビン伝ってきましたね、はい、嬉しかったですよ。逆にドラマと知りつつ嬉しかったです。結婚や子供が成功？そうかな。お二人はパートナーってやつですか？私は両方ともちゃんとやりたいの。私と圭介は離婚して半年になる。何が大事なのか分かんなくなっちゃってたんだよ。マッチングアプリの初デート、お相撲さんが乗っかってるみたいなの。励ましちゃったよ。写真違いますよね。クラブが写真を貼り間違えたんだな。 What is love for you? まるで少女漫画みたいな恋だった。僕は桜井さんとここにいたい。私も。切なさも悲しみも分かち合うほどに。素敵な人だったので必死でした。大丈夫、春は必ずやってくるもんだよ。Love isn't really about logic anyway, is it? 明日どうなってるか分かりません。でも私は今生きてますけど。さあまた、ありがとうって言いたかったって。